よかった。
まだいるのか。なんとか切り抜けなきゃ。じゃ辛いな。外か。あのマンションは来たか。なんとか戻ってこれたな。なんだ、誰だ。写真の。ずいぶん仲良くしてたみたいじゃない。あの口の悪い男と。で、助けたいのね。でもできるかしら、そのおもちゃだけで。力が必要でしょ、彼の。でも、どこに連れて行かれたかわからない。あなた、やっぱり気づいてないのね。彼とのつながりは自分の中にあるってことに。え？これ彼に渡してくれる？大切なものだから。
つながりって冗談だろ。先に KK がいる。僕らはまだつながっているんだ。僕の中に KK の力がまだあるんだ。あんたの力が必要だ。行くぞ。
遅えんだよ、ノロマナ。助けに来るって分かってたような口ぶりだな。助け？何様のつもりだ。俺の力が必要だから来た、そういうことだろ。それはアジトで女の人から押し付けられた。はあ？あいつ生きてるのか。いや死んでまで世話焼きとはな。家族だろう。あんた助けるために。お前には関係ない。俺とお前は進む方向が同じ、それだけだ。これはしまっておく。で、来るんだろ一緒に。人に物を頼む態度じゃねえな。頼んではいない、取引だ。お互い拒否はできない。後悔すんなよ。私が共鳴すればこれぐらいできるってことだ。なんだ。始めやがったな。マリー、時間がない、急ぐぞ。あの光、北東の方だな。まずはここを浄化して霧を消すぞ。あの女の人、仲間なんだね。リンコのことか。さあな、どうとも言えん。どういう意味？仕事仲間だ。仲がいい必要なんてあるか。
鬼を見たんだ。鬼ってさ、悪くて怖いと思ってるだろ。でも実際はそうでもないんだ。うん、鬼は鬼がなまったもので見えないものを意味する。だから昔の人は災難や疫病なんかを目に見えない鬼のせいだと考えたんだろう。なんかかわいそうだね。で、どこで鬼を見たんだ。この辺りにバンダナをした犬がいてさ、きびだんごをやったら鬼を呼んでくれたんだ。犬にきびだんごか。まるで鬼退治の桃太郎みたいだね。バカバカしい、犬の家来なんかいらねえよ。まさか鬼より犬の方が怖いとか。は？そんなわけねえだろ。無理しなくていいのに。この子じゃないかな。バンダナしてるし。
撫でてる場合じゃねえだろ。でも可愛いだろ。可愛くねえよ。お前本当に鬼まで案内してくれるの？鬼の居場所を探してくれる？転送した例の数が1万人を超えたぞ。けど喜ぶのは早い。まだ全体の 5% にも満たない。引き続き頑張ってくれ。お前を迷わせ、くだらない雑魚に。こういうの意外と買っちゃうんだよな。キュウリだけ持っていてもな。己の限界を超えるのだ。エンジン。音で敵の注意をそらすことができる札だな。敵から隠れたいときは使えそうだな。具沢山中華麺がお買い得な498円。食欲の秋には中華をもりもり。無駄遣いするなよ。わかってるよ。鬼の居場所を探してくれる？こいつら、なんでこんなところに。アイソン、犬を守れ。これで終わりみたいだな。鬼を呼んでもらおうぜ。もう大丈夫だよ。うわ、本当に鬼だ。襲われたのはお前の持つ力のせいだ。その力を俺たちに渡せばもう襲われることはないぞ。
僕たちのことを信用してほしい。よし、いいぞ、はい、うまくやったな。様になってきたじゃねえか。食べ、慌てずに食べな。
なところにありやがった。森林公園だな。何をやってるのか知らないが、急いだ方が良さそうだ。ああ。森林公園は北にある。行けるところまで行ってみようか。駅か。人もいないし電車も来ない。街が死んでる証拠だ。 KK 会、できれば KK であってほしいんだが。エドだ。またボイスレコーダーだな。今の渋谷の状況を確認したい。あの奇妙な月を調べてくれないか。これはとても重要なことなんだ。データは複数欲しい。いくつかのポイントでデータを取ってくれ。必要なものは準備しておいた。後ろのロッカー252だ。では頼んだ。ものすごく一方通行な会話だったね。いつものことだけど、あいつが重要だって言うんだ。調べてみるか。まずはロッカーにあるものを回収しよう。
252だったね。なんだろうこれ。観測装置だろうな。腕につけてみろ。開けた場所に行こう。月がしっかり見える場所だ。ビルの屋上とかかな。まだどこかにいるはずだ。先を急がなきゃ。ここなら十分な高さがありそう。上に行ってみるか。離れよう。
汚れがある。ああ、まずはあれを片付けないと。着いたよ。どうすればいい？さっきの装置を構えるんだ。月に向けてな。月に照準を合わせれば観測が始まるはずだ。天狗の観察用に似た装置をエドに作ってもらったことがある。何その用途。よし、これでいい。次行くぞ。技を習得できるくらい強くなっているぞ。何を覚えるかは任せるよ。ここは高いな。行ってみるか。靴を掴んだみたいだな。
くぞ。ゼロゼロとお友達がやってきたぞ。だったぞ。これで助けられる。上を見ろ。住み心地がいいのか。天狗だらけだな。いい景色だ。よさ、こうやって月を見ている暇もなかったな。少しは息抜きになりそうだ。エドに感謝しておけよ。ここはこれ以上何もなさそうだ。次行くぞ。
世界の境界は失われつつ、君たちの力が分厚い壁に穴を開け、世界を変えるのだ。この光の柱こそが世界の礎だ。集え、よるべなき魂よ。よき終わりは、よき始まりへと続く黎明なのだ。最近のラーメンはついていけねえよ。ここのラーメンはそういう人が多いからね。この上なんかはいいんじゃないか。屋上に行こうぜ。もっと月に近づきたいな。上に行かなきゃ。ここなら月がよく見えるな。エドの装置を使ってみよう。エドはいつもよくわからん調査を繰り返していた。だけどあいつの調査がなければ今頃東京中が霧の中だ。これも意味のないことではないはずだ。いいんじゃないか。よく見るとこの月不気味だね。月ってのは自分で光ってるわけじゃない。何かが月を不気味に見せてるんだよ。気持ちの問題だったりするのかもね。そうだな。
ここを通るとあの絵のことを思い出すよ。ああ、あれが印象的だからな。データをエドに送るぞ。何がわかるのかな。ありがとう、KK。おおよそ僕の想定通りだったよ。どうやら見えている月は実際のもののようだ。誤差はあったが、この程度は許容だ。よ、いや、ちょっと待てよ。この値を想定していたから、想定通り並んでしまったのか。僕はこの月が現実だと思い込んでいたから、現実になってしまったんじゃないか。そうか。まずこの世界は全て虚像であると想定しなければ。あ、切れた。結局何が重要だったんだろう。放っておけ。あいつの中では重要だったんだろう。